ムンスター戦車博物館に展示されている、ボルクバルト B4C 型ボルクバルト4、または、B4 は、第二次世界大戦で、ドイツ軍の使用した、遠隔操作式爆薬運搬車両である。投稿目では、B4 の前身である、BI、B2、及び、VK302 と合わせて解説する。ゴリアテ無人爆薬運搬車の拡大版とも言える、兵器で、 爆薬を搭載し無線誘導もしくは有人操縦で敵陣や地雷腹に肉迫する。そこで傾斜した全面走行上に搭載した爆薬を滑り落とし安全距離まで後退したところで起爆、目標を破壊する。爆薬運搬車のほか小型の早期式運搬車としても用いられ蛍光対戦車ロケット発射等を搭載した対戦車車両としても運用された。 ドイツでは第一次世界大戦当時から無線や有線による誘導兵器の実験が行われていたが配線によりその開発は停止を余儀なくされていた。一方、フランスのポン・メレットは1937年に小型早期式車両に爆薬を搭載、無線誘導で敵陣に突入して自爆する VP を開発。これは採用され2000両の生産が命じられた。 しかし少数が完成したところで、1940年のドイツ軍のフランス侵攻を受け、セダン付近で実戦に用いられたに止まった。ドイツでも、1939年11月、ボルクバルト社が、地雷の除去を行うための無人誘導車両の開発を命じられた。BI 地雷除去車両の名で完成した車両は、地雷腹で、地雷処理ローラーを牽引する。 使い捨て車両で安価に作るために、車体はベトン製、天輪は木製であった。BI は1939年より1940年5月にかけて50両が作られたが、実戦には投入されず、実用試験が行われたに止まった。1940年には BI の車体を延長、天輪を片側3個から4個に増やし、上部支持輪を追加し、 エンジンを大出力のものに変更した B2 が開発された。重量2.3トンの車体はやはりコンクリート製であったが、こちらは最大515キログラムの爆薬を搭載、自爆することで周囲の地雷も誘爆させる方式であった。1940年4月には B2 の生産発注が行われ、同年7月には100両が追加発注されたが、 実用試験の結果、信頼性に乏しく、不満足な結果となり、生産発注は取り消されて試作のみに止まった。このほか、車体を、後半製とし、車体の周囲にフロートを搭載して推進用の、スクリュープロペラと舵を備えた、水陸両用型である、エンテも試作されている。さらに、ボルクバルトシャワー B2 の設計を発展させ、車体を、後半製とした、 B3 を試作した。この車両は BI-2 に先立つ1937年9月にフランスのルノーウェイのような小型走行弾薬運搬車を念頭に置き小型の汎用装機車として弾薬の輸送などにも使用でき、さらには隠し小型加工の運搬、またそれらの自走化車体としても使用できるものとして同社に開発が命じられていたもので、 1940年には VK302 の名称が与えられた試作車が完成しており、まず20両が、さらに100両が追加発注されており、1941年10月から1942年1月にかけて28台が製造された。1941年10月、ボルクバルト車に対し、使い捨て、自爆専用である BI、B2 と違い、 目標付近に爆薬を投棄して、交代、運搬車本体は、再利用することもできるタイプの爆薬運搬車両の、開発が指令された。この車両は、使い捨ての無人操縦車両ではなく、人が登場して操縦することもできる車両として、B3 を、シュベーラ・レードンストレジャーに発展させる形で、開発するものとされ、また、爆薬運搬車以外にも、 軽偵察車両や円幕展開用車両としての運用も考慮されていた。この計画に従い、翌年1942年には前述の VK302 をもとに B4 が完成した。B4 は、車体前面に傾斜したスロープ様の爆薬搭細部があり、台形の箱に収められた 450kg の爆薬を搭載して目標に接近し、 設置地点で爆薬をスロープから前方斜め下に投下し、本体は安全圏まで後退した後に起爆させる。完全無人型だった BI-2 とは異なり、目標まである程度の距離までは人間が登場して操縦し、操縦手は目標手前で脱出した後は無線操縦に切り替える方式となった。爆薬運搬車として用いられたほか 小型早期式運搬車としても用いられ、パンツァーシュレック対戦車ロケット弾発射灯を搭載した、携帯戦車車両、パンツァージェガーワンゼとしても用いられている。なお、ボルクバルト車では1940年7月には、VK302 の車体にオープントップ式に、パック385センチメートル対戦車砲を搭載した、対戦車自走砲を、 1941年9月には、同様にオープントップ式 20.5cm、無反動砲を搭載した、自走無反動砲を試作しているが、これらは、VK302 の車体を流用したもので、B4 とは、車体が異なる。両車とも一両が試作されたのみで、量産は行われていない。B4B 型クビンカ戦車博物館の展示車両アメリカ軍が捕獲。 調査した、ボルクバルト4の分析書 A 型。ありがとうございます。